いやいや、健康診断。今日は保育園で健康診断があります。みんなドキドキワクワク。みーすけ、去年の健康診断覚えてる？うん。あの冷たい聴診器が当たった時はドキドキしたな。少々、あれは冷たくてゾクッとした。胸の音を聞くって変な感じだよね。覚えてないかもしれないけど、去年もやったんだよ。大丈夫だよ。怖いことはしないよ。注射する？注射はしないよ。痛い？痛くないよ。でも怖い。耳もやるし、何も怖いことはないよ。一緒に行こうよ。やだ、怖い。もこみちゃん、健康診断なんて子供たちを怖がらせるだけ。やっても意味のないことよ。ならプーちゃんやらない。もこみちゃん。何よエミリー。プーちゃんの気持ちは大切だけど、健康診断は体の元気を確認するために必要だよ。そんなの知るもんか。強くなったわね。昔は小さくて泣いてばかりだったのに。また泣いてるの？みんな、私のこと小さい小さいって意地悪を言う。強くなれば？強い魔女に大きいも小さいも関係ないよ。でも、まだまだ私には勝てないわよ。さ、プーちゃん行きましょう。もこみちゃん、プーちゃんのことを思ったら健康診断をさせるべきだよ。勇気をくれる光。これは怖がっている子に少しだけ勇気をくれる光。プーちゃんおいで。プーちゃん、少しだけでもいいから勇気を持って進んでみよう。プーちゃんやってみる。まあ、プーちゃんがそう言うならそうすればいいわ。はい、プーちゃん乗ってください。去年より大きくなっているわね。どうして大きくなる？毎日ご飯をしっかり食べて運動しているからよ。みーすけくん、去年より重くなっているわ。僕、強くなってる？そうね、体が成長して筋肉もついてきているから強くなっているわ。わーい。それではふーたくん、視力検査をしますね。僕最近遠くのものが見えにくい気がするんだよな。視力検査は目がどれくらい見えるか調べるためのものなの。この丸はどこが空いてるかな？上。これは？下。これは？上。はい、次は反対の目。これは？右。これは？下。これは？左。視力はバッチリだったよ。でも、スマホやタブレットは長い時間見ないように気をつけてね。はーい。それじゃあ最後はここ。頑張ってね。こんにちはプーちゃん。胸の音を聞かせてね。どうして聞くの？胸の音を聞くことで心臓がちゃんと動いているか、肺は元気に働いているか確認できるんだ。ふー、元気な音が聞こえたよ。プーちゃんはとっても元気だ。プーちゃん、どうだった？健康診断は怖くなかった？怖くなかった。プーちゃん、元気、嬉しい。よかった。おしまい。